長野です。今日は雨林植物のストックに使うガラス容器についてお話します。入れ物はなんかいろいろ売ってるんですけど、おそらく定番はこの ADA のガラスポット丸というやつで、例えばこれは LA 便のタグがない時代の初期のおまろめななんですけど、それをこの容器に入れて育てていたりします。なんでこの容器に入れるかというと、机の上とかに置けるので便利ですね。でダイソーで300円でこういう瓶が売ってまして、これはピストスパサという水草を陸上で育ててるんですけど、綺麗に育ってます。これはほんとずっと放置してるだけなんですけど、十分育ちます。下に引いてるのはアマゾニアですね。この瓶の特徴は密閉性が高いということですね。あと葉ざしにも使えて、これはアカンサセアエという植物を葉ざしして増やしているところです。今日実は買ってきたのがこの無印のガラス小物容器というもので、大中小ありまして、これは小です。なんと 30% 引きでした。600円ぐらいだったかな。これは ADA のガラスポットは2000円します。これはサイズ中です。このサイズでも雨林植物をストックするのはまあ少々大きさ的に厳しいかなというところですけど、ものによってはいけると思います。サイズ大は ADA のガラスポットよりも長くて、でこれも1000円ぐらいということで ADA の半額なのでいいかなと思います。 1.5 倍もない。直径はちょっと小さめなんですね。で今日は無印の小物容器にフィカスという植物を実際にストックしてみようかなと思います。利用瓶というハンターの方植物なんですけど、フィカスはイチジク科の植物でクライマー系と呼ばれていて、壁を張って上の方にどんどん伸びていくんですけど、これを小さな容器の中に入れたらぐるぐる回って全体を覆い隠すかのようになるのかというのを実験してみたいと思います。使うのはこのエピウェブというヘゴを模した人工素材なんですけど、パラダリウムの定番です。これを瓶の中に立てて、そこに一旦這わせて、そこから瓶の中をぐるぐる育つのかどうかっていうのをやってみたいと思います。使うのは益岡ファームというところの赤玉ソイルパウダーを使ってみます。基本的に赤玉ソイル、赤玉土なら何でも大丈夫です。下に鹿沼土を引いた方がとかうんぬんあるんですけど、クライマー系はそうですね、根元だけ赤玉土に刺さっていれば、その先は栄養のないところをどんどん張っていくので、用土は赤玉土とか何でもいいと思います。一旦植え込む前に赤玉土を湿らせておいてですね、ピンセットで植え込む穴を開けてそこに刺していくんですけど、パレダリウムの場合そうですね、この ADA の一番長いピンセットを僕は使っていて、あとドゥーアの短めのピンセットも使っています。この2つぐらい持っていればほとんど事足りると思います。あとハサミがですね必要ですね。このドゥーアのちょっと曲がったハサミをよく使っています。でそこそこの長さで切って、今壁を張っているのでなかなか取れなかったのが見えたと思うんですけど、こういうふうに張って伸びていきます。で穴を開けてですね、そこに刺すだけです。大体セオリーとしては根っこの部分を傷つけないというのが植える時のセオリーですね。クライマーの場合もこれは根っこがついていたので、なるべくその根っこをついたままそっと刺して壁につけてあげるというふうにやっています。噴霧器でなじませてあげて蓋をして完成です。この容器を机の上なんかに置いて毎日ちょっとずつ成長するかどうか眺めると楽しいのでおすすめです。もっと大規模なストックについても今後お話ししていきます。今日はこれぐらいにしておきます。バイバーイ。